はい、それでは紹介しましょうか。今をときめいてるのかときめいてないのかよくわかりませんが、レアンドロですよ。懐かしいでしょう。懐かしいというか、まあ今プレイしてるからね。でもこの人明らかに波があるよね。なんか試合に出たり出なかったりっていうね。今は確か FC 東京かな。まあ典型的な守備をしないファンタジスタみたいな感じでね。まあ、もちろんゴール前ではね、威力を発揮するんですけど、やっぱり、なんていうのかな、やっぱ、フォワードで活躍する人ってさ、やっぱりディフェンスをしなくてもいいよって言われるぐらいの圧倒的な力がないとわかんないな。そこまでの力はないのよ、レアンドロにも。そこそこ依然しないよね、やっぱり。何歳ぐらいだ？あ、でももう30か。まあ、もうちょっとやれるな。ただこの人ね、手癖が悪いんですよ。すぐどついたりしちゃうんですよ。だからようレッドカード食らってますよね。最近はマシになったのかな。でも基本なんかね、ファール食らったりしたらなんかもう残ってた手が相手にバーン当たったりとかね、もう基本バイオレンスなんですよね。見てる分に面白いんですけど、完全なるバイオレンサーですから。バイオレンサーよ、本当に。めちゃ面白いんですけど、まあ監督としては計算しづらい選手ですよね。また昔型の、まあファンタジスタってことじゃないけど、なんかアタッカーって、ブラジル人アタッカーっていう感じかな。だから FC 東京でも試合出てないね、そんなに。安定しては。そう。やっぱりなんかこうね、今スペイン人の誰でしたっけ、監督。アルベルトか。監督やってますけども。やっぱりね、ディフェンスも求められますし、現代サッカーでは。それがね、苦手な人なんですよ、この人。だからなかなかね、安定して試合出れないですけど。まあでもタイプ的にはどうなの？ J リーグにあんま合わへんのかなとか、ポジション的にもね、別にサイドトップ下っていうのもなんか2トップの一角とか、もうそんなんしか無理かなって。1トップは厳しいと思うんでね、フィジカル的に。そう、だからでも2トップって、なかなかやってないからね、今そんなサッカーを、どこも。まあまあ、今後ね、どうなっていくか、注目ですね。